え、これマジやばいってめっちゃベチャベチャやん。もう一回つけまーす。ピザ屋に呼んで。ピザ屋。ピザ屋言うな。ピザ作りますってことで。ピザ動画もしっかり見てください。アパン。焦げてる。ブロッコリー真っ黒やん。え？なんか赤く見えるのは鷹の爪じゃなくてベーコン？ベーコン。鷹の爪入ってない。入ってないです。でニンニクも入ってない。ニンニク入ってないです。で塩はさっき言われて足した感じ？塩足した感じ。やらせてんな。でただの油漬け？やっぱ食べてください。絶対アヒージョって言える。言えるやつや。言えるやつや。めっちゃ。オリーブオイルや。第2弾もあるんで、材料はたくさんあるから。これちょっとやばくない？え？テカテカのベーコン。ちょっといけます？ベーコン。パンとパンと。アヒージョ。パンと、あ、パンと。パンと一緒に食べて。パンと一緒。じゃあパンとね、いただきます。オリーブオイルつけて。何点？あ、でもアヒージョする。ほら、ほら、アヒ、65点。低いな。これ持ってきてるよ。もうちょい入れちゃう、多分。めっちゃ入った。やだやだやだ。おもろい。アヒージョないのそれ。ブロッコリーっす。ただす炭化してんじゃん。まあまあっすね。何点？71点。ほら。あ、あれがないや。あのコロコロして伸ばす。大丈夫、手でいける。なんかね、あの綿棒、あ、綿棒っていうか、なんか空気が入りやすくするように、うん、あれするんですよ。あのなんかコロコロしてブツブツにするんですよ。ほんとはビンビンじゃないの？え？ビン、ああ、そのままビンビン、ビン、ああ、ナイフ借りていい？ちょっと穴開けたいんですよね。これやばいって。なんかな、なんみたいになってない？うん。
向かってきまーす。この前どんな風にピザ作ったんすか？どんな風にピザ作ったんすか？あ、作ってないですか？あ、そうなんですね。え、ピザ窯持って行った時は？ああ、クライアントの時はクライアントが気合で登った。気合で。え、これマジやばいって、めっちゃベチャベチャやん。いい感じ？伸びた？伸びた？伸びてる？何？伸びてる？それ伸びてる？何センチ？何センチ？何センチ？それ。あ、20センチ、20センチ。20センチ。20センチ。20センチ、20センチ。でももうだいぶの離れて離れて、あーもうこれダメや、無理や。ピッツァは無理かもしれないですね、これ。うん、なんだっけこれ。これピッツァ焼きますって誰書いた？焼けねえみたいな。え、無理やん、これ。どうする？あ、それこそもう食っ、なんで匂う？悩んでんな。どうするこれ。お、いいね。ほんとだね。今ムーディーな感じ。ピザ屋呼んで、ピザ屋。ピザ屋？ピザ屋呼んで。ピザ屋。ピザ屋言うな。ピザ屋呼んでよ。まだ1枚目？ 1 枚目です。な、何やったっけ？いやいや、ピッツァ。ピッツァね。ピッツァ、ピッツァ。それで釜に行くかな？そうですね。そこの部分にチーズがついて、なんか伸びてるんですけど。なんでなんで。キャンプミスト。あ、これ多分結構。生地が厚いの？いや、焼きすぎてるかもしれないです。逆に？はい、硬いですね。いや、多分あれじゃない？上にやりすぎたんじゃない？いただきます。どう？熱っ。どう？美味しい？めっちゃうまいっすね。大変。いただきます。はい、うん。生地がクリスピーですね。あの、いい表現ね。あのパン生地じゃなくてクリスピー生地になってます。なるほど。いい感じに。じゃあ俺も行こうかな。うん。それがクリスピーになってるみたいな。